今日からはですね、中国史の宋の時代の勉強をしていこうと思うんですけど、ここはね、唐のところの勉強をしてきましたけども、唐の滅亡のところから直接ここに飛ぶとですね、流れ的には分かりやすいかもしれません。9世紀の後半に、唐が最終的にまあその名脈を断たれる事件がありまして、これちょっとで滅亡したわけじゃないんですけども、高宗の乱というのがありましたよね。で、やはり塩の密売人が起こした反乱がありまして、でこの高宗の乱の中から、一回唐側に裏切るんだけども、最終的には唐を滅ぼしてしまう。907年に唐を滅ぼす朱鮮宙というのがいまして、これによってですね、唐の時代が終わりになります。でそこからの時代はですね、河北というか、中原というか、いわゆる中国のいわゆる中心部ですね、そこに、5つの王朝が続いていきます。で、それ以外にはこの5つの王朝というのは完全に中国を統一した王朝ではありませんので、地方にですね、いっぱいあるんですよ。南東とか北韓、南韓、あとなんか京南とか滨とかね、いっぱいあるんですけど、一個だけ呉越っていう国だけはね、入試で出たことありますけどね、そういう地方政権が10国ありまして、合わせてこの時代をですね、五代十国時代というふうに呼んでいます。でここはですね、まずその五代をしっかり覚えることが一番大事だと思うんですけども、まず五代の最初に来るのが、これね、五代全部後という字がついて、皇と呼ぶんですが、最初が皇陵です。で都の場所が結構大事で、これ後でもう一回やりたいんですけども、都の場所は、当時弁州、これ弁州って弁州で、この時に開封というふうに改名された、改称されたんですけども、この開封というのはですね、その地理的な場所、地図問題でも絶対だし、文章が出てきても絶対、この表現が出てきたらもう解放だって分かんなきゃいけない、すごい重要な場所なんですね。で、この動画の最後にですね、この解放を含めた、この時代に重要な都市の、地図の確認を最後動画で入れてますので、ちょっとそこ見ていただければと思うんですけども、一言で言うと、黄河と大運河の合流地点になります。黄河と大運河の合流地点にある交通の要衝がこの解放なんですね。でここはですね、この宋の時代は絶対に忘れちゃいけない都市の場所なので、後で最後ね、地図のところで確認をしておきたいと思います。建国したのは、唐を滅ぼした朱鮮宙がそのまま建国者になるんですが、これは結果的にはですね、高陵時代もこれわずか16年で滅ぶ王朝です。朱鮮宙もですね、息子に殺されてしまいまして、結果的にここからですね、長期政権の王朝がないんですよね。短命の王朝がずっと続いていきます。高陵の後に、高陵、そしてその後に高陵、この更新は結構入信出ますね。そして、これまあ我々普通五感と読みたいんですが、一応全巻五感の五感と分けるために、交換と読むんですね。交換、そして、更新。リズムでいくとですね、高陵、高等、高新、高官、高州、これを全部まとめてこの五代というふうに言うわけですね。で、流出出るのは、この朱鮮宙が作った高陵と、あとはこの高新は結構出ます。なんでかと言いますと、そもそもね、これ弱いんですよ。この五代の時代って、高陵から始まって高州まででも、わずか53年間しかないので、一個の王朝10年ちょっとなんですね。ですので、非常に弱いので、特に更新はですね、自分だけの力では国が作れないんですね。そこで、建国の際にですね、これ後で、次回のところでしっかりやるんですが、北方の遊牧民であった契丹という民族がいまして、この契丹の援助を受けます。当然これただったわけじゃないじゃないですか。そこで、援助を受けた見返りに、領地を譲ってるんですね。でこれも次回しっかり地図で場所を確認するんですが、円雲十六州というですね、場所を建国を応援して支援してもらった見返りに、一旦に割譲している。この流れでね、更新はすごく出ますよね。で円雲十六州、場所を確認すると言いましたが、これね、中国史ちゃんとやってる人はね、別に地図問題で確認しなくても場所わかるんですよ。
なんでかって言ったら、円と言ったら、もう一発でこれ北京の場所になりますので、北京の場所を指せば、円十六州の場所ほぼ間違いありません。まあ、ちなみに、運というのはですね、北京よりちょっと西側の山西省の、大道、まあ、北京の都、平城があった地域、あの辺りを運州というんですが、まあ、はっきり万里の長城の南です。そこのところを、異民族に割譲するということになります。あとちょっと間に合ったところで言うと、この5代のうち、高等高信高官については、漢民族の王朝じゃなくて、突厥系の王朝だということと、あとはね、都の場所は、高陵が海防でしょ？で、高信高官、高州も全部同じなんですよ。ただね、高等だけは都が洛陽なので、まあこれ南漢大名家ですけどね、そういうところも突っ込まれてたことがかつてあります。さあ、こんな感じで、五代十国の弱小朝が続くんですが、一個ね、紹介するとね、この公衆だけは、ちょっと弱小王朝と言ってしまうとかわいそうかもしれなくて、二代目の皇帝がね、すごい優秀な人で、はっきり言うとね、中国統一寸前まで行くんですよ。ところが、最後の最後も、これでいけるかなっていうところで、39歳の若さでいきなり急死しちゃうんですね。で、後継ぎが7歳。まあ、当然政治できないじゃん。そうすると、せっかく、この混乱を超えて、中国統一目前まで来たのに、またこれ混乱したんじゃないかと、分裂したんじゃないかということを恐れて、何が起きたかと言いますと、この広州の将軍であった、節度使であった、長教院っていうのがいたんですね。で、こいつがですね、まあ、当時すごく人望がありまして、ちょっとこれ漢字難しいけどね、皇帝名としても書いておりますが、大祖と皇帝としてはやりますが、この長教院という人物が、周りからですね、担がれて、皇帝になるということになります。これ、用語集なんか見ると、部下に押されてっていうふうに書いてありますけども、これね、俺、私、長教院好きなんですよ。この人はね、人間的にはすごく、よく言えば器がでかい。悪く言えばめちゃくちゃのんびり。あんま深いこと考えてないですね。時に鈍感なタイプの人というか、寛容、よく言えば寛容、悪く言えば鈍感というか、痛みにも強くてね、一回ね、こう馬乗ってる時に、こう馬乗ってたらですね、門の上の天井かなんかに、彼大柄だったので、頭ぶつけるんですね。頭ぶつけて、そのまま後ろにひっくり返って、後頭部から落っこちたんですよ。ところがですね、全くノーダメージで、そのまま馬が走っていくのを、そのまま自分も走って追っかけていったっていう、そういう話が、あります。で最後ね、部下に押されて皇帝になったって、書いてありますけど、実際はどうだったかっていうとね、彼お酒好きなんですよ。お酒好きで、酔っ払ってですね、酒飲んで酔っ払って寝てたんですね。寝てたら、部下が勝手に皇帝の服着せて玉座に乗せて、調教員が何だろうって起きたらですね、部下が勝手に皇帝万歳万歳って言ってたっていう、つまり意識なかった本人は。本人の意識が酒に酔っ払ってないうちに勝手に皇帝にさせられてたっていう、そういう人なんですね。で、何だと思うあれ彼が皇帝になりまして、作った国が宋。まあ、宋はね、北宋と南宋に分けますので、一応北宋としておきます。都の場所は、先ほどもちょっと強調しましたが、海保という場所ですね。場所の重要性地図はこの動画の最後で確認をいたします。長教院はですね、自分が皇帝に、まあ、もちろんなるつもりなかったんですけども、気づいたらなっちゃったと。それでですね、前の皇帝の一族とか、まあ、中国って前の、前王朝の、皇帝の一族とか、まあ、根絶やしにしちゃったり、ね、虐殺したりすることも多いんですけども、一切やらないですね。前の王朝の、要するにもともと自分が仕えていた皇帝の一族じゃないですか。でそれはね、もう自分の国が続く限り大事にしなさいっていうし、あと彼の遺言では何かっていうと、言論による刑罰、弾圧はダメだよと言ってですね。つまり皇帝に対して何か意見を言うような部下がいた時に、それを理由に罰してはいけないっていう、そういうふうに言う人なんですね。まあ、非常に皇帝として優秀だった人だと思います。で、彼がですね、これはもう本当これ論述対策ですね。論述でよくまとめて出されるところなんですけども、この宋という国を作りまして、改革を行っていきます。これね、大きく、まあ一つといえば一つなんだけども、それを説明するのに二つの要素があります。一つ目は何かというと、当時の官吏任用制度として、これが当然ありました。何かというと科挙ですね。科挙というですね、ペーパー試験が、まあ、隋の時代から行われていたんですけれども、それの改革を行いまして、最終試験として、電子古長寿をですね、
というのを追加しています。で電子って何ですか。これはぜひメモを取るか何かしてほしいんですけども、これはね工程面接ですね。つまり科挙っていうのは1回の試験じゃなくて、これ何回かこう、やっていかなきゃいけないんですよ。まあ、ちなみにこれメインは3年に1回行われるんですけども、でその最終試験として校庭が御自ら面接官として、試験をする電子というのを追加していきます。で基本ね電子まで行っちゃうとね、まあ、落ちることはそんななかったらしいんですけども、一応だからその合格の順位がつくんですね。これ1位合格は上限って言ってね、これ本当の全中国人の憧れなんですけども、そういった順位をつけることによって校庭が順位をつけたり、校庭が最後合格させてあげることによって、校庭の権威を高めていって、まあ、基本的に調教員の改革のメインはこれです。中央集権体制を築いていく。でしかも科挙に合格した官僚による中央集権体制というのを作っていくことになるんですね。でもう一つのポイントは何かというと、まあ唐の末期からさ、この五代十軍の時代って武断政治とかって言うんですけども、軍人の力が強いんですよ、節度使とかね。でそういうのが強いとすぐ反乱が起きて王朝が短命で終わってしまう。でこれどうしたかっていうとですね、軍事力を下げるんですね。節度使とかを廃止していって軍のトップにですね各に合格した官僚をつける。でこれ首都じゃないですか。ですからそういった軍人官僚、軍隊に詳しくない連中を軍のトップにつけることによって、軍隊の力を落としていく、いわゆる軍事主義というのを取っていきます。で唯一ちょっとこれ難関段階なんですが、皇帝のこの辺で金軍っていうんですけども、それだけはちょっと強化するんですけども、それ以外地方のですね、軍なんかは勝手に独立されたり反乱されたりしないように、これ役人を送って、管理するというそういう制度を取っていくんですね。ですのでこの各に電子を追加することを分子を取ることによって、まあ、官僚中心の皇帝の権威が高い、中央集権体制を作っていった。これが、まあ、調教員の政策の、目的ですよね。で特にこの科挙はねすごいんだ。唐までの隋唐の科挙っていうのはどちらかというと、まあ、もちろん科挙も大事なんだけども、王位の制って言って高級貴族の息子はやっぱりそのまま出世できるシステムになってるんですよ。ところがね宋の時代からの科挙ガチですからね、本当のガチですよ。当時のね宰相の息子の合格率が1割 10% 切りますからね。ですから本人が大臣まで行っても息子が科挙に合格できる確率っていうのは10人に1人もいないっていう、そういうガチの試験をやってるんですね。だからね試験会場でこう、書く回答を書くじゃないですか。で回答を書いて、その回答も名前とかを全部隠して、でそれもね別の人が書き写したものを採点するんですね。絶対に不正が起きないような、システムがありました。でただし中にはですねこの科挙っていうのはやっぱりまあもちろん男性だけですし、商人なんかはちょっと受けられないんですけど、ほとんどの人は受けられますから、ある意味では一発逆転なわけですよ。ですからこの科挙に合格すればどんだけ貧しい状況であっても出世ができるっていうんで、ある皇帝がですね、なんて言ったかっていうと、金持ちになりたければ勉強しなさい、いい家に住みたかったら勉強しなさい、いい車に乗りたかったら、いい馬に乗りたかったら勉強しなさい、いい女と結婚したかったら勉強しなさい、とにかく勉強するにして科挙に合格さえすれば人生が開けるんだみたいなね、そういうことを実際に皇帝が言ってたりします。ですから科挙の発表の絵が残ってますけども、これね名前ちゃんと貼り出すんですよ。今の本当に東大の合格発表みたいな感じで、ある広場みたいなところに、発表者合格者の名前が出てきまして、それで受かった落ちたみたいな、そういう、引きこもごもあるわけですね。受かった時にはこういうまあなんていうのかな、出世ができるので、これね試験の時にねカンニングするやつなんですね。で今でも残ってまして、このカンニング T シャツとかカンニング用の靴下みたいな、そういった不正がバレた例もあって、これ下手すると一族試験なぐらいの厳しい系だったんですが、とにかくこの科挙がすごく重要になったというのは隋唐の時はやってますけども、宋の時代の科挙っていうのはちょっと意味合いが重くなってますからね、そこをちょっと強調しておこうと思います。すごい長くなりました。はい、では続いていきましょう。第2代の皇帝誰かと言いますと、本名長教義とかね長公っていうんですが、まあ、皇帝としての名前だけで結構です。大宗というふうに言います。でこの大宗はですね長教義の弟にあたるんですが、ちょっとこれね
長距離の息子がいたのに弟が、後を継ぐっていうのはちょっと不思議なところも当時からちょっとブラックなネタだったんですけども、この時代に、中国を一応統一、しております。で一応この大層はですね、かつて民族に取られているこの延文十六州をですね取り返そうということで、攻めたんですけども、そこでは実は大敗をしまして、かわいそうなので馬に乗って逃げる、こう逃げる最中に矢が飛んできて、その2本の矢が股間に刺さるっていうですね、悲惨な、ちょっと想像したくないですけども、悲惨な怪我を負いまして死ななかったんですが、その傷の痛みに苦しんだというふうに言われています。まあ、この時に中国を統一しております。でそしてですね、もう一つちょっとここで確認をしようと思うんですが、宋の時代になってですね、これは魏晋南北朝から唐までの時代と大きく実は社会が変わっています。支配層が違うんですね。で、まず先ほど言った通り、もう科挙に合格することが絶対条件、です。でこの科挙に合格した人をですね、まあ、進士というふうに言うんですが、この科挙合格者である進士を出した家のことを官庫というふうに言います。官庫になると税金とかが免除だったりね、します。で、じゃあ官庫になる家、各合格者を出せる家っていうのは、じゃあ全ての階層から平等に出るかって、まあ、さすがにそんなことないんですよ。いや当たり前だけどさ、各合格するの大変だから、たくさん本を買ったり塾に行ったりいい先生に教わったり、まあ、そういう一種経済的な余裕がなかったらやっぱ難しい部分があるわけですよ。字も読めない人がさ、農民がさ、家業にいきなり合格するのは無理なんだよね。そこで、じゃあ家業合格者なんてどういう家が多いんですかっていうと、地主です。土地を持っている地主、もう唐の時代のところで金田制を崩壊してますから、土地をたくさん持ってる、荘園と言われた私有地を持ってる連中いっぱいおります。そういう地主のことを、京成公というふうに呼んでおりまして、この京成公の中からやっぱり家業合格、金持ちの家から家業合格する 人が多かったというのはやっぱ事実でした。で、土地が広いですから当然自分たちだけでは耕せません。そこでですね、小作に、まあ、土地を持たない農民である、これは読み方伝庫と言いますが、伝庫を使用してこの京成公は土地を耕していたというふうに言われています。で、これによりですね、この支配層の変化というのはどういうふうに起こったかと言いますと、魏晋南北朝から隋唐までというのは、基本的にはさ、旧院中世なんかで、出世をしてきた、門閥貴族が中心、の貴族社会だったわけですね。ところがですね、唐末期の混乱、例えば安史の乱から高宗の乱、そして、出世中がね、貴族めちゃくちゃ殺すんですよ。最後の、唐の最後の方はね、政治が乱れている中で、一部の貴族だけが、俺たちは清廉潔白だ、清流だとか言って、清い流れ、清流だとか言ってたんですけども、この主典中はね、お前たち清流って言うんだったら、お前たちを、黄河の、濁った黄河に投げ込めばちょっと黄河も綺麗になるかもしれないって言って、その貴族を、ね、みんな黄河に投げ捨てて殺しちゃったんですね。まあ、そういうのもありまして、貴族社会が一気に没落をしていきます。変わってですね、どういう連中がじゃあ支配者となったかと言いますと、これは士大夫と言うんですが、士大夫の、まあ、条件3つぐらいあるんですけども、まず1つは紳士、家業に合格していること、そして経済的にもやっぱり経済ですね、地主であること。で3つ目は、これ読書人っていうんですけども、いわゆる儒教的な教養を持っている人、家業に合格し、地主経済子であり、読書人、儒教的な教養を持っている、そういうのを、総称して士大夫というふうに言いまして、いわゆる、まあ、貴族から士大夫に支配層が変化していったというのは、唐代から宋代への変化の、一つとして、よく挙げられていますよね。さあ、ではそして最後左側、実はミサになった右側ですね、右側の方で、この宋の時代の社会経済についてちょっとまとめていきたいと思います。この宋の時代の社会経済というのは、特にこの海防に、交通の要衝である黄河と大運河の合流地点である海防の都を置いたことから分かる通り、まあ、経済がすごく重要です。宋の時代というのは経済発展ものすごいんですね。例えばですね、食料すごいです。宋の時代にはベトナムの中部のチャンパーなんですね、仙鳥島というですね、稲が伝わってきます。
当時ベトナム中部のチャンパンのことを感じて戦場と言ったのでそのまま戦場島というんですが、これがですね、まあ、左行ったらなかなか雨が降らないちゃったらね、にも強いし、これ和製種というんですが、収穫まですごく早いんですよ。でこれが入ってきたことによってまず米の生産が上がります。さらには、ね、遺伝といって、これを覚えた方がいいと思いますかね、遺伝というんですが、例えば今まで田んぼじゃなかったところの、まあ、湿地帯とか湖とか川の近くとかそういったところを堤防を作って囲って、田んぼに、していくんですね。それによってそれ普通にしてても米の種類が変わって稲の種類が変わって米が取れるのに田んぼの場所もすごい増えるわけですよ。その結果ですね、米の収穫量が一気に上がります。特に増えたのはどこかと言いますと、ここですね。これはちょっとしっかり押さえてほしいんですが、長江の下流域というのが本当に大穀倉地帯になりまして、めちゃくちゃ米取れるんですね。でその結果ですね、これに有名な言葉が残っておりまして、倉庫、これね言い方いっぱいあるんですよ。倉庫ともしくは、降雪、2つの言い方どちらでも結構です。そこを熟すれば、もしくは降雪熟すれば天下たるという言葉がありまして、意味わかるよね、大丈夫ですよね。つまり、まあ、そこと降雪というのが、まあ、長江下流域を指すわけですけども、そこで米が取れさえすれば他の地域で全く取れなくても、まあ、天下の、人々は飢えることがない、それくらい取れるんですよということで、米の生産が上がります。さらには米以外にもですね、まあ、お茶とか絹とか、あとは陶磁器です、すいません木が抜けてた、陶磁器の生産なんかも盛んとなって、この辺ちょっとね陶磁器なんか後で文化史でやりたいと思うんですけども、特にこの時代に注目してほしいのはお茶ですよね。お茶が、すごく飲まれるようになりまして、喫茶の習慣、これがね、普及していくのもこの時代です。まあ、唐の時代あたりから、お茶を飲むことは広まっていたんですけども、宋の時代というのはですね、お茶の専売なんかも始まりまして、例えば、日本にお茶を飲む習慣を伝えた、臨済宗の永才ってお坊さんいるじゃないですか。これでも中学で言ったかな。この永才なんかが、中国からこう、に来るのも、この宋の時代なんですね。あとはね、これ茶葉貿易っていうんですけども、お茶をもう異民族とかの馬と交換するような、そういった貿易なんかも行われています。で、そのようにですね、まあ、いろんな生産力が上がるから、当然さ、生産量が上がれば商業貿易は活発になりますよね。これ、唐の時代と比べてね、商売めちゃくちゃ盛んになります。例えば、産業が活発だったためにですね、唐の時代っていうのは、例えば商売をやっていい場所とか、やっていい時間帯っていうのは結構決まってるんですけども、宋の時代になると、もうね、夜も普通に営業しちゃいますし、もうどこでもね、営業していい状況になるんですね。で、さらには、城壁の外にまで市場がはみ出していきまして、宋市というんですが、城壁の外に、市場が作られていきます。で、さらにそこからですね、まあ、市場があれば人が集まりますから、鎮と呼ばれるですね、小都市に発展していくこともありました。もともと鎮というのはですね、地方の、軍を置く場所、藩地の鎮ですよ。だったんですけども、この時期からはですね、この市場が発展していく小都市なんかも鎮というふうに言うようになります。あとは、商人たちの同業組合である、これね、読み方は業じゃないです。公と呼びます。商人たちの同業組合の公とか、手工業者、まあこれ職人ですよね。職人の同業組合である、作とか、まあそういったものも作られるようになっていきます。まあ同業組合って、中世ヨーロッパのね、比較しても面白いかもしれないね。もう本当にね、この地産海宝っていうのはね、商売が本当に盛んで、例えばね、通販とかやってるんですよ。例えば家までその物を届けてくれるような通販もあって、その通販の中にはね、ペットの餌の通販とかもあるんですね。で、あとは、なんか家でパーティーやりたいと。で、パーティーやるのに、パーティーの食事と内装と、あとは招待状を全部パックにした、販売とか、あとは結婚式のプランナーとかね。そういった、ちょっとさ、古代中国史っていう風なイメージと全然違うと思うんですけども、そういった商売がね、行われてるぐらいなんですね。
あの値札なんかもねちゃんとついていて、これ面白いですね。こういう同業組合ってね、同じ業種はね、あの一つの場所に固まるんですね。そうするとちょっとなんか価格競争があって厳しいんじゃないのかなと思うんですけども、例えば今の日本でもさ、神田神保町の古本街とか、秋葉原の、まあ、パソコンとかね、そういったもので、ここに行けばこれがあるみたいなあるじゃないですか。そういうのもね結構あった。そうですね。例えばこれこうなんていうのは今の我々の生活にも名残があって、銀の両替をする同業組合のことを銀行って言ったんですね。これ今の我々が使っている銀行の由来になっています。まあ、そういう感じでですね、経済が活発になっていきます。そうすると何が必要か。どうぞお金です。商業が盛んになるとですね、お金が必要になりますから、銅銭が大量に、鋳造されるようになります。まあ、この時代の銅銭というのは宋銭といってですね、まあ唐の時代と比べても生産量、鋳造量が半端じゃなくですね、一気に量が増えます。まあ、日本にもたくさん、もたらされるんですが、それでも足りないですよ。あまりにも経済が盛んになりすぎて、銅銭の量すごい増えたんだけど、それでも足りないということで、画期的なものが生まれるんですね。何かと言いますと、ここでですね、孔子、懐紙と呼ばれた紙幣、紙のお金ですね。これが発明されるのがこの宋の時代です。で、孔子と懐紙何が違いますかっていうと、これね、孔子が、これ北宋の時代、懐紙が南宋の時代、まあそんな感じでね、覚えておくと、区別できるかなというふうには思います。まあ南宋ちょっとまだやってませんけども、そのぐらい区別しておけばいいと思います。ですから、当然孔子の方が古いですから、この孔子こそ、我々の人類が生み出した最初の紙のお金、紙幣です。世界最初の紙幣というのはこの孔子になるわけですね。そんな感じで、ちょっと北宋の時代の前半をちょっと見てきました。古代十国時代から、北宋の成立。あとは、まあ、家教ので改革と文治主義による中央集権体制とか、支配層の変化、あとは社会経済というところでまとめておきました。で、ちょっとこの後ですね、最後に、中国の都市について海外を中心にちょっと見ていきたいと思いますので、もう少しご覧いただければと思います。はい、ではですね、最後に、外国との貿易と、先ほど言った通り、海外の場所を含めた、相対に重要な都市の場所を確認していきたいと思います。当然さ、先ほど言った通り、宋代というのは社会経済ものすごい発展しますので、物がたくさんあるということは、商業が盛んになり、外国の交易も盛んになります。まあ、例えば、東南アジア諸国との南海交易が行われますし、日本とも関係がありますよね。日本との間にも日宋貿易というのが行われるようになりまして、日本では九州の博多なんかがね、すごい栄えるようになります。まあ、どちらかというとちょっとね、宋代の後半の方に、なるのがメインだと思うんですが、まあ、とりわけ言うならば、日本の平成権、の中でも、まあ、平野清盛ですよね。平野清盛なんかが、日宋貿易でものすごく利益を上げたというのは、まあ、有名な話です。まあ、随分もうちょっとだいぶ前になりましたけども、平野清盛の大河ドラマがありましたよね。松山源一でしたっけ、主演したの。で、あの中にも結構その宋代のいろんな陶磁器とかが入ってきて、それが平野清盛にものすごく影響を与えたという描写があったように、ね、記憶しています。で、そこで、例えば、宋銭と呼ばれた銅銭をね、大量に日本が輸入したりしてるんですけども、それによりまして、各地の港がですね、ものすごく栄えるようになります。例えばですね、ちょっと先に名前を書いちゃうんですね。明州、まあ、ここはちょっと表現をいくつか、もう一つ紹介をしておかなきゃいけないんですが、明州もしくは、これね、忍法と呼びます。明州もしくは、忍法とか、あとは、甲州とか、泉州とか、甲州、ちょっと漢字違いますけど、なんかには、貿易、外国との貿易を司る役所であります。これ一回やりましたよね。唐のところで出てると思います。四白紙とこういうのが置かれています。これよく引っ掛けられるのが、四白紙っていうのは、宋の時代にものすごく置かれるんですけども、最初に置かれたのは、唐代の甲州ですね。そこが最初でした。それが、唐の時代から宋の時代になると、甲州だけじゃなくて、各地に置かれていくことになります。
じゃあこういったところも含めて場所大丈夫ですかというところでちょっと確認をしておきましょう。いつも私ね、上のところがないからバランスが悪くなって狭くなってちょっと効果のね、この膨らみが若干足りないんですが、これあのスペースがあるところに、多分、まあ、ノートでもいいんですけど、中の中に練習で書いてほしいんですけども、まず川ちょっと確認しましょうか。川は一応これ甲賀ですよね。北の甲賀と、南の長甲賀、まあ、これ基本ですよ。で、甲賀の支流である伊水、あとまた甲賀でしょ、伊水は絶対ですよ。まあ中国の古代史でよく大事ですよね。伊水があって、あとは甲賀と長甲の間にあります、これは実は宋の時代で一番重要になってくるんですが、ワイガ、じゃあ切りに行きましょう。ワイガという川があります。まあ中国を南北に分ける川ですね。そして、まあ重要じゃないところ、今までの範囲で重要だった場所いくつか確認をしておくと、私は都市基本的に現在名で書きますので、例えばここに西安、まあ、長安ですね、がありまして、こちら側に洛陽があって、必ずその伊水の方にあるのが西安ですからね。この西安と洛陽の位置関係大事です。あとは、ここのところ、五の都建業とか東進創成両鎮の建康というのがありまして、この辺ある断金ですね。で、そこからですね、ちょっとじゃあこの都市をいくつか入れておこうと思うんですが、例えばまずですね、もう一つその隋の煬帝のところで、出てきた大運河をちょっとこれに付け加えていきたいと思います。大運河というのは、この場所から上がっていって、南京のちょっと東側の方で、まあ、揚州というのが近くにあるんですけども、そこを通過して Y がとぶつかり、甲がとぶつかり、さらには北に伸びていく、これが大運河ですよね。まあ、大運河の場所は、ね、ちょっと時代によって変わったりするんですけども、まあ、メインはこんな感じです。で、先ほど何度も前半のところで、強調しましたが、北宋の都開放というのは甲賀と大運河の合流地点だから交通の要衝なんだね。ですからこの場所の開放というのはもう今回絶対です。開放ですね。そして大運河の北端と南端、北端にあるのが現在の北京、そして南端にあるのがこの場所ですね、現在の広州というふうになります。で、それ以外の町ちょっと追加をしておくと、明州もしくは寧波というのがその東側にあります。明州もしくは、寧波、そして、甲州、甲州はここですね。これはあの、どのところにあったかな、南の方にある甲州で、あの中を今後も近いところです。で、泉州というのは、この後の元の時代の時にとりわけ重要になるんですが、台湾を探してください。台湾のすぐ対岸にあるのが泉州というふうに考えていただいて結構です。こんな感じですかね。これで海保とそれ以外の市白紙が置かれた場所をなんとなく確認をしましたが、こういう地図もですね、地図は自分で書くのが一番わかりやすいんですから、これ白紙にですねバーッと書いて、皮引いて蓋付きに込み入れるのがポイントなんですけども、こんな感じで都市を置いておくと中国の地図問題は絶対にわかると思います。さあ、じゃあ次回はですね、この宋の、文治主義というのは確かに宋を長続きさせることには意味があったんですが、一個強烈なデメリットがあります。何か外国勢力に勝てないわけですね。ですので、この文治主義のデメリットである軍事力が低いことによって、外国勢力と宋がどう対峙していかなければいけなかったのか、その宋の時代の対外的な関係をですねちょっと見ていきたいと思います。ありがとうございました。